時には誰かを知らず知らずに皆様こんばんはお久しぶりでございますはるかぜみなです死ぬほど死ぬほど緊張しながらトライしております今日はですね何の話かと言いますとえー、私 T シャツを作りたいなとでそれであのどういう T シャツかと言いますと、まあ、娘の T シャツを作りたいなと。でうちの4歳の娘様はですねいちごが大好きでいちごの T シャツだったらなんかテンション上がるだろうなと思っててでなぜそれをそもそも思ったかというと私が、えー、と原宿遊んでる時になんかめちゃめちゃ可愛いいちごの T シャツのなんかデコラティブな やつつを見つけたんですよでそれであやばい可愛い,い超イケてると思ってあのー、試着したんですけれどもまあ私似合わなかったんですね似合わねえと思ってもうすんごい残念です,すごいショックででもすんごい可愛かったんですよ。可愛い可愛い可愛い,い,い,いっていうのはもうずっと抜けなくてもうこれは可愛い,いぞと思ってたんですね。それがずっと残っててで自分の中でアイディアが湧いたんですよ。イチゴの、T、シャツ にただプリントアウトするだけじゃなくてその上になんか自由にパッチワークみたいに布を切って貼れたらなんかワークショップみたいに楽しいなと思って子どもたちが自分のマイ T シャツを自分でペタペタしながら作れたらその場で作れたらめちゃめちゃ楽しいだろうなと思ってあこれはいいぞと思ってでやりたいなっていうのが湧いてたんですよ。で、次に 次にですよ私がなんかしたいなって思ったことはあの何だっけ途中で途中で文章を読んじゃって忘れちゃったあと、まあ、T シャツを作りたいでちょっとワークショップみたいなことをしたいで布を自由に貼って T シャツ作るっていうことをしたいって。で湧きました さあこのあとあなたならどうしますかイチゴを描くとかいう方法がありますよ、ね、で私はあのあじゃあなんかどっかいいところからあのデータ引っ張ってきていちごの T シャツまず作ろうって思ったんですよでまずねあのカンバから引っ張ってこようと思ったんですよそしたらあのカンバの中にあるいちごのデータ見てたらなんかテンション上がるいちごがなかったのねでああないなどうしようかなないなと思って困ったなと思った時に あの自分のなんか自分で絵描いてみようかなと思った,思ったんだけどあの自分が描いたイチゴねか見たんだけどあの気に入らなかったのね自分が描いたイチゴが気に入らなかったからこれはあかんぞと思ってどうしようかなと思ってるときに私あの,私あのわっこちゃんの絵が好きなのねで、えっと、わっこちゃんにお願いしようっていう案は浮かんだんだけれどもあの緊張する。 来たんですよ何かっていうとなんか「依頼料めちゃめちゃ高かったらどうしようかな」とか「あなんかお願いしといてあごめんいいわ」っていうの言う断ったりするのってあのあれだなかっこ悪いなとかあ今後の関係になんか傷が入るかなとか。あの なんか、いちごの絵描いてって言っても、どんないちごとか、なんか自分の中で説明できるかなとか、なんか、わたわた、わたわたして、はぁ、あ、はぁ、あ、はぁ、あ、みたいな、変な、変な過呼吸みたいになって、湧いてるんだけど、なんか怖くて怖くて、できなかったので、連絡を入れることが全然できなくて、はぁ、あ、なんかこう。 どうしようかなみたいな「あでもやっぱりもう一回かんばり探してみようかな」とか「もう一回なんか自分で書いてみようかな」とかそれをねあの二3週したの何回も何回もどうしようやろうかなどうしようお願いしようかなどうしようお願いしようかなっていうのも何回かやってでそれであのー、今日意を決してあの。いいを消してあの あの、アこちゃんに話を入れて、あの、お願いできませんでしょうかって、私こういう意図でこういうものを作りたくて、いちごの絵を描いて欲しいのですがって言って、お願いしたんですね。でね、まあ、それお願いしたらなんかすごい今気が楽になったら、あ、どういうものが欲しいっていうのも、なんか自分おしゃべりしながらなんか明確になったし、なんかどういうふうなことを自分でやっていきたいかっていうのも、なんかわ、なんとなく湧いたのね。で私がなんかやりたいなって思ってたのは、なんか、 ワークショップ、ワークショップをなんか場所借りて開くのもいいなと思ったの。T シャツを何枚かもう用意して、で、それで、えー、っと、なにみんなで集まって、切って貼って、切って貼ってして、あの、自分のオリジナル T シャツをみんなで作って、で、それをなんかみんなで着て、写真撮影するとか、あとは、 作った T シャツをなんか絵画みたいにあの壁中に並べて展示会するとかなんかすげえ楽しそうだなって思ったのいいなーって素敵だなーってすごく思ったのでそれであなんかやってみたいなと思ってなんかそんなのがあったらめちゃめちゃ面白いなーって思ったなんかそれ今喋りながら思い出したのがあのー、なんだっけマツコの 番組で「ち、え、ま、ー、を徘徊する」「夜の巷を徘徊する」って番組あったじゃないですかあの中のワンシーンで美術館に行く話があってその中でえっ、ー、と芸術家の人が自分の顔のお面を作ってそれを好きにいらっしゃった方にデコってもらうっていうのがあったの。 めちゃめちゃいいなと思ったの。なんか楽しそうだなと思って、そのお面がもう壁中にずら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 って並んでるの。いいなって思って、楽しそうだなって思ったの。なんかそれをね、思い出して、あ、やりたいんだと思って、みんなが参加するような形で、思い思いの、なんかいちごの T シャツができたら、 なんて素敵で面白いんだろうっってすごく思ったのだからなんかそれを展示してお披露目できたら圧巻だなと思ってなんて楽しくて素敵なんだろうと思ってなんかこう良かった依頼してなんでかっていうとあの自分でずっと考えてる限りはこのアイディアは湧いてこなかったの。 でも、私が今、ワッコちゃんにお願いするっていうことで、手放したことによって、頭に隙間が生まれて、体が緩んだことによって、こうやってアイディアが湧いたの。だから、すっごくやりたいと思った。すっごくやりたい。すっごくやってみたいと思えて、よかったなと思った。まず嬉しいなと思った。自分の、 湧いたアイディアをあやりたいなってうっすら湧いてたものをなんか勇気を振り絞って和子、ま、ちゃんにお願いすることができてなんかすごく自分が誇らしいなって思ったしでその後になんか湧いてきた素敵なアイディアについてもあてんて素敵なんだろうって自分ですごく感動したからなんかやりたいなって思った。ううんなんなかこう どっかの美術館とか会場貸し切って来た人みんなになんかイチゴの T シャツ作ってもらってで壁中に並べてある空間ってえ、なんかいいなって思った <laughs> そんな感じですそんな感じで私今日前進しました嬉しいです幸せですというお話でした 聞いてくださってありがとうございました。春風みなでした。